カンガセイロは19世紀末からブラジル北東部で活動した盗賊の総称。農村社会からの逃亡者が盗賊団を編成し、武装して無差別に農村部を略奪した。しかし有力なカンガセイロの中には大土地所有者をも標的とした者がおり、彼らは農土同然の生活を送る農場労働者から義族として扱われた。活動の最盛期は、 ランピオンの登場した1920年代から30年代までとされている。ブラジルは1891年に君主制から共和制に転換したが、デオドロだ。ポンセカ大統領は副大統領フロリアーノペイショとの敵意と国家の権力集中を嫌う大農園経営者たちの反発を受けて辞職した。以降の政権は軍部と 大農園主たちの指示によって成立する政権となり、政府の権限は、リオデジャネーロやサンパウロといった都市部に止まって、ブラジルの広大な地方は、コロネルと呼ばれた大農園主が支配する王国のまま残された。そのため共和制に移行しても、人口比4%の大農園主が、農耕地の60%を所有する状況に変化はなく、 土地を持たず農園で働かせられる労働者の生活も改善されなかった。特にブラジル北東部では旧来の大土地所所有制度が温存された。その上、ポンセカ政権が工業生産や小取引の増加を課題に見込んで社兵を乱発したため、庶民は搾取とインフレーションに苦しめられていた。この状況でも海外で消費されるコーヒーやゴムが 生産可能な南東部は収益を上げられたが、乾燥地帯の多いブラジル北東部では、牧畜やトウモロコシ、綿花など、旧来の作物に頼らざるを得なかった。それらの主な消費者は、商品作物を生産する労働者であり、国内での消費に止まったため収益性は乏しかった。さらにその痩せた土地を農園主たちは紙幣を雇い入れ、奪い合い。 特に有力な大農園主の下でファミリーを形成して構想に明け暮れるようになる。中央の権限の及ばない地方では労働者の権利は無視され、武力を背景に報酬は最低限に切り詰められた。結果、余力のなくなった農場労働者たちに1889年、1898年、1900年、1915年と相次いで起こった干ばつが直撃し、 合社や豊かな南東部やゴムの特殊に湧くアマゾンへの逃亡者が相次いだ。また非怯的信仰を解く一派がカトリックや国家から離れ、バイイヤ州カルドスで共同体社会を形成すると一部の労働者もそれに合流した。それらの農園からの脱落者の中でアウトロート化して集団で農村を襲撃するようになった集団がカンガセイロと呼ばれる盗賊たちだった。 カンガセイロの語源は、ポルトガル語で、盗賊を意味する、コンガセロがそのまま定着したものである。カンガセイロの主な活動地域、カンガセイロは、大土地所有者に搾取される、農園労働者たちを母体としたが、北東部で顕著に、カンガセイロが活動したのは、土地が貧しく、農業から脱落した労働者が多いことと、その寄付によっている。弱体な地方権力により労働者たちは、 法の保護を受けられず、治安機構も大農園主たちと癒着していたために労働者は、公権力を信頼していなかった。そのため、自分たちの共同体に関わる問題は法に委ねず、私的制裁で解決する傾向が強い。しかし、私兵集団を持つ大土地所有者への報復は、労働者には果たせない難事であった。その鬱屈を抱える労働者にとって、時として、 大土地所有者をも襲う一部の漢画制度は私的制裁の代行者とみなされた。そのため庶民の間で実像とは異なる神話が形成され、特にランピオンは義族として人気を獲得している。また現在も不平等はブラジルに未解決のまま残された課題のため、漢画制度は単なる無法者ではなく義族としてたびたび再評価の対象になっている。 後列左から2番目に立っている人物がアントニオ・シルビーノ最初にカンガ・セイロとして有名になったのはアントニオ・シルビーノであり1896年から1914年の長期間にわたって大農園を襲撃し続けたシルビーノは読み書きの教養がある不能の執事だったが殺害された家族の復讐のためにカンガ・セイロに参加したシルビーノはやがて盗目となり 役立つ以外にも、農地の境界線策定の調停、労働者の家族の保護者として振る舞った。一役その名が知られたのは、鉄道会社が敷設を進めていた、電報網への襲撃で、国家権力への抵抗者と、周囲からは見なされた。一方では、近年の研究により、シルビーノが、地元の大土地所有者の被護下にあったことが、判明している。 シルビーノによる他の大土地所有者への攻撃は、権力者同士の抗争への加担でしかなく、収奪した成果の一部が貧しい者に与えられたという伝説とは異なり、雇い主の大土地所有者に収められていた。1914年に逮捕されたがそれらの事情により1937年に、恩赦釈放され、漢画制炉としては珍しく、生を全うしている。このように、 シルビーノの実像は神話とは異なっていたが、それでも襲撃先の夫人や娘には手を出さないことで知られ、貧者からの略奪も同時代のカンガセ聖炉の中では極めて少なかったため、義族として擁立される余地は有していた。以降、シルビーノの後にもカランゴ、モロソコリスコといったカンガセ聖炉が登場するが、それらの中で最も悪名高いのが1920年代に、 前世を迎えたランピオンであり、前日のモロソー、コリスコの二人は、ランピオンの盗賊団に吸収されている。ランピオンは、最盛期には100名を超える盗賊団を率いて、ブラジル北東部を蹂躙した。1936年から1937年にかけてのランピオン・ランピオン、本名ビルグリーのフェレイラ・ダ・シルバは、1897年に、 ペルナンブー・コ州ビラベラで4人兄弟の長男として生まれる。シルバ家は土地を持つ農家であったが、隣のサトルニノ家はそれを遥かに上回る大土地所有者であり、シルバ家の土地がサトルニノに狙われたことで対立が激化した。ビルグリーノの父ホセは、恩和な性格で暴力を避けたが、1921年、サトルニノ家は、地方警察の所長を買収して、ホセを殺害させた。 父の死をきっかけに、ビルグリーノは三人の弟と共に、地元のカンガ制度に参加する。ビルグリーノは、たちまちのうちに頭角を表し、1922年の独立時点ではすでに50名を数える、盗賊団の領収となっていた。この当時のビルグリーノの目的はあくまでも復讐であり、略奪の対象は不合に限られ、その際にも必要以上の殺害は行われなかった。同年、 ビルグリーノは、父の場所を密告した男を射殺し、翌年には、警察の幹部や所長を相次いで殺害している。その際に銃を凄まじい速さで撃ち続け、周囲がマヒルのように明るくなったことから、ビルグリーノは、大きなランプと、あだなされた。大きなランプをポルトガル語で発音すると、ランピオンであり、それ以降ピルグリーノは、ランピオンを名乗る。しかし、 ランピオンの一貫した復讐者としての行動はここで途絶える。1924年にはランピオンは無差別な強盗と残虐な殺人を無意味に繰り返し、サトルニの系の復讐は帰り見られなくなった。目的を失って暴走するランピオン一家だったが、それでも1926年にはアウトローの世界から政府側の立場に回る好機があった。当時、 ブラジルの連邦議員の間で地方の治安を守るため、警察や軍隊ではない治安組織を形成しようとしていた。連邦議員は、ランピオンをその組織に抱き込むことで、無差別略奪の停止と実行力のある武力を獲得しようとした。しかし当初はランピオンも乗り気だった。この試みは、仲介に立ったシセロ神父との連絡がうまくいかず、頓挫してしまう。 カンガセイロの世界に戻ったランピオンは、その無差別な略奪と殺人を再開し、パライバ州、ペルナンブーコ州、アラゴアス州を荒らし回った。特に1926年は、自制を失っており、兵士や役人をも殺害して、州の怒りを買い、さらには、抽象が書かれた手紙に激怒して、差出人とみなされたギロケを皆殺しにした事件を起こしている。手紙が、 仲間の偽造であったことに気づいたのは事件の後だった。この時期、その残虐さによってランピオンは100人以上の手下を持つに至ったが、同時に州政府にとって確実に殲滅しなければならない勢力となっていた。11月に州政府は300人の軍隊を派遣したが、ランピオンが治世を知り尽くしたセラグランデ山付近での争いとなり、逆に軍隊の方が打ち破られた。 それでも、州当局の熱意は揺るがず、1927年から翌年にかけて、ランピオンは警察隊と軍隊に常に追い立てられた。もはや襲撃どころか、息を潜めるしかできなくなり、1928年に、ランピオンは従来の拠点を捨て、南のバイイア州に活動を移す。しかし、ここでもランピオンは警戒されて逃げ隠れるしかなく、九百三十年に、 消息を絶つまでに襲撃したのは小さいゆえに防備もないセルジッペ州だけだった。また最大100名を数えた手下もこの時期には兄弟を除けば5名に減少していた。1930年、ゼトゥリオ・ドルネレス・バルガスが軍事クーデターを起こしてブラジル大統領に就任する。統一国家の建設を目標とするその政治姿勢は独裁的で 国家の権力を強化する新憲法を成立させた。これにより、これまで地方の大土地所有者に対して弱体だった、州政府も大幅に権限が強化された。また、工業の発展と労働者の都市流入が激しくなる。一方で、従来の商品作物に頼った大農園経済は変化の中で破滅を迎えた。緩和制度を生み出した社会構造そのものが変わり始め、もはや、 王国を築き上げた大土地所有者の栄光は過去のものとなった。民衆の間からもこの時代以降、ランピオンに続く有力なカンガセイロを生み出すことはなくなった。それどころかこの時期からカンガセイロは相次いで逮捕、射殺され急激にその数を減らしていく。大土地所有者に代わって地域社会の治安を担う州政府は カンガセイロを撲滅の対象としていた。ランピオンへの検証金1931年、ランピオンは、カンガセイロ対策の進むバイイア州等の大きな州を、避け、ブラジルの州としては、最小の面積のセルジッペ州に、活動の場を移した。ランピオンの読み通り、セルジッペ州の警察機構に、ランピオンを捕まえる能力はなく、州政府は騒ぎを起こさない限りは黙認する姿勢を、 とった。ランピオンもこの状況ではあえて暴力沙汰を起こさず、地域の有力者と交流を結び、その触覚のような扱いを受けた。ランピオンは、セルジッペ州での生活を楽しんだが、1936年に、ナルと同様に小さな州である、アラゴアス州に拠点を移す。しかし思惑と反して、アラゴアス州政府は、カンガセイロ対策で周辺の州と連携しており、 ランピオンはその年のうちにセルジッペ州に逃げ帰る羽目になった。だが、この時期にはそのセルジッペ州もすでにカンガセイロ対策に同調していた。1938年3月、ランピオンは触覚となっていた農場主の裏切りを受けて殺害された。ランピオンはこれらの実像に反し、ブラジル国内では親の復讐を成し遂げつつ、 搾取された富を取り返して民衆に戻した義族として高い人気を獲得している。その活躍を演大にした活劇は小説、舞台として今に残り、現在でもランピオンはたびたび映画の題材となっている。また、ランピオンにとどまらず、ブラジルではカンガセイロは単なるアウトローではなく、社会の不公平に意義を示した義族として再評価されている。歴史家、 エリック・ホブズ・ボームは、義族を、社会の不公平に対し、社会自体を変革させようとするのではなく、その枠組みの中で民衆の抑圧の象徴として、権力に抗い、正義を体現しているとみなされる存在と定義した。カンガ・セイロは、社会の不公平の中で、暴力で抜きんでた存在となったものの、その実態は大土地所有者と癒着していた。農民の地主への抗議に対し、 暴力でその鎮圧に乗り出したカンガ聖炉も珍しくない。しかし大土地所有者の王国の中でカンガ聖炉は民衆が集奪に対する反撃を行えるだけの武力になり得ることを証明した。カンガ聖炉はホブズ・ボームの定義の中では社会への復讐者として義賊に分類されている。民衆は社会的な不正に対し、 自らに代わってその実力を突きつける民衆の中から生まれた復讐者を称揚する。暴力によって地方政権を脅かし交渉の場に着かせる漢画制度的な盗賊は旧来のロビンフット的な義賊とは全く異なるものだったが社会に不平を抱く民衆によって熱烈に支持された。これは20世紀から出現し始めた新しい貴族の形であり、 カンガセイロはその初期の典型的な存在だったと評価されている。ありがとうございます。